で流行っている曲をアジアチャンピオンがカバーしたい。そう思ったのが、我々アジアといえばチャンピオン、チャンピオンといえばアジア、我々アジアチャンピオンでございます。よろしくお願いいたします。我々ですね、今までヨカローモンさんとかシンフォニアとかアカペラがどうすごいのかとかビートボクサー目線での解説だったりをさせてきていただいたわけなんですけれども、我々もねちょっとアカペラというものにもドハマりしちゃっているわけでございますよ。それプラスですね、僕らももっと若い者たちについていきたいんですよね。若い衆に、僕らも若々しいあのエキスを欲しいんですよ。それはそれはどうすればいいのかっていうのが、やっぱりね、ビートボックスでね、あまりやられてないのが、本当に曲のカバー、アカペラの方が多いかなっていうイメージなんですけれども、我々、そのビートボックスの、やっぱりアーティストとしてね、今流行りの曲なら、我々、カバーできなかったらもう、どうしようもないじゃないかって、どうしようもないじゃないかって、極戦みたいな。流行りの曲を我々ビートボックスでカバーさせていただきたいと思うんですよ。バチバチのビートボックスのカバーね。なので今回は流行っている曲を我々アジアチャンピオンとしてプライドを持ってカバー、いやおカバーカバーね、おカバーをくんしていきたいと思いますので、ちなみに曲といたしましては何が流行ってますか今。今ですか。え、何も流行っていません。何も流行っていません。話聞いてました。団子三兄弟とか。団子三兄弟とかね。あとは15の夜とかね。世界が終わるまではとかね。はい。いいっすね。スラダンスね。あと何ですかね。虫歯建設株式会社とかね。何それ、知らん。え、ギギギギギ。知らん知らん知らん。ギギギギ。あ、知ってる知ってる。知ってる知ってるのかい。それかい。まあそこら辺をちょっとね、カバーをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。カバオくん、ということで、はい、我々ね、何かカバーをしたいなと思ったんですけれども、曲を聴いて練習したいんだけど、曲かけれないじゃないですか。うん、なんで、ちょっとカバーしてる動画を見て、勉強したいなって今思ってます。で、ちょっとお勉強の動画を使わさせていただこうかなと。で、まあ僕らね、流行っている曲といえば、僕ら赤いスイートピーがマックスではもう止まってるんですけど、調べに調べました。そしたら、YOASOBIさんのやっぱり夜にかけるが流行っていると、はい、こちらの今日はカバー動画、以前紹介もさせていただいたシモレンのサキちゃんのこれカバー動画を出してるんですよ。これもねすごいですよ。一時100、1000、万、10万、100、130万回も再生をされているので、ちょっとこの夜にかける夜遊びアカペラカバードバイサキかけシモレンを見ていきたいなと。サキかけですよ、夜かけだし。サキかけシモレンをちょっと見てね、お勉強しつつ我々ビートボックスでできんのかいっていうところを見ていきますか、はい、よし、ということになりますので、まずはちょっとさきちゃんとしもれんの夜にかけるを見ていきたいと思います、はい、いただき、沈むように溶けてゆくように。女の子だった。いや、そうだね。そりゃそうだね。声高えわ。いけっか。とりあえずお勉強しましょう。そうだね。広がる夜に、うん、うまいや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 、まあでもそのコーラスみたいなところはすごい勉強になりますよね、うん、とりあえずまあ曲をちょっと知らないことには何もできませんので、うん、だけだったその一言で全てが分かった、日が沈み出した空と君これ二人でやってんのか。うまっ。めちゃめちゃうまいやん、うん、これをなんとかビートボックスに落とし込みたいですね。確かに。これも二人ですから結局は、うん、できないことはないということですよ。確かに。ただ僕らができるのはツッ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 ぐらいですね。ボーカル呼ぶ。ありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる。
いいなぁ。すげえってか。いやね。よかろうもんさんのも見たけどさ、うん、夜にかける、うん。やっぱり、ちょっとアーティストが違うと、また違った良さが現れますね。全然違うね。うん。しかも二人で、普通に天才やな。俺らこれ乗れるか、流行りに。流行ってんだよ。やんないと。遅くね。確かに。遅くね、俺ら。今タピオカにハマるぐらい。おおすごい全然勉強なってないけどちょっと今のとこ聞いていいもんかい。これやばえぐいで、いいねいいねじゃないんだよ、俺らがやらんぞ。トン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 、ちょっと練習しますか。ちょっとねビートボックス感も残しつつっていう感じでやりたいんですよね、うんうん、おおすごい。すごいね。ちょっと待って、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 覚えなきゃいけないまずはまずは覚えなきゃいけない。でも、なんか多重録音はいい方法だね。あ、確かにね。多重録音してやってもいいですね。夜にかけるも候補のうちに入れといて、うん、夜にかけると今のところ予作と、あと一つ何かっていうところなんですけど、はい、で、流行ってんのって何なんだろうと考えたときに、この前の動画ですね、よかろうもんさんのリアクション動画撮らせていただいて、あれで四千頭身さんと構成やってたよ。うん。流行ってんじゃないの？もしかしたら。この間のヨガロモンさんのと四千頭身さんのアカペラカバーを勉強の観点で一回見てね。そうよね。我々ができるのかどうか。夜にかけるよりはやりやすいのかなと、カバー的に。スローテンポだし、うん、男性ボーカルだし、うん、って思うので、もう一回ちょっとヨガロモンさんの香水をお勉強として見させていただきたいと思います。いただきます。トゥルタッ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 、気もなるなぁ。うん。いつは生きてるのってラインん、君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。あの頃僕たちはさ、なんで綺麗っすね。なんか後藤さんとかの歌声に注目しがちだけど、いいっすね、やっぱりコーラス陣というか。ちょっとビート入るところぐらいから聞きたいな。の香水のせいだよ。ああ。言います。なるほど。できる気がしますね、うん、確かに。さっきよりはもうちょっと聞くか、うん、君に会ってさ、僕は何を言ったらいい。
きでしか言えないよ。どうしたの？いきなりさ、タバコなんか食おうとして悲しくないよ、悲しくないよ。君が変わっただけだから。でも見てよ。いや、ちょっと忘れたわ。そうだった。いや、ハモりたいね。ね、ハモりたいっす。ハモりたいし、歌わなきゃいけないのか。うん、いや、歌いたい、歌いたい、うん、歌ってほしい、歌ってほしい、うん、僕にですか。あ、そうそう。もちろんもちろん。いや、歌いたいみたいな雰囲気出てたから今。あ、僕が歌うということですね。あ、そうそうそう。あ、なんとまあ。ちょっとサビだけ聞こうじゃん。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバンナのその香水のせいだよ。なるほどね。もう日出す。すっごい見つめられてるんだけどね。どっから見ても目合うやつ。騙し絵です。あの竜のやつね。持ってたな俺、紙のやつ。ほんとついてくる。ついてくる。っていうか俺なんかアカペラ、俺らアカペラの練習したかった今。音取って確かに、まあ、アカペラを見て勉強して我々のビートボックスに落とし込まないといけないんですから、うん、とりあえずそれでしたら、うん、候補が決まりました。まず第一に YOASOBI さんの夜にかける、うん、で第二に君が好きだと叫びたい、はい、3個目に江戸さんの香水、4つ目に Tomorrow Never Knows ですね。歯医者のやつを。歯医者のやつはボツです。あ、ボツなの。ボツボツ、全然。大きなペンチで引っこ抜けんで。おっと、こっちにはチョコレート。うっばぽ、うっば、うっば。知らない。知らないよ。ちょっとこの4つだから、ビートボックスにいい感じを落とし込んで、我、うん、が歌の練習をしてる、頑張って歌うということになりますので、うん、はい、ちょっと、次の動画で、私頑張って歌いますわ。はい。ということになりますので、いっぱい練習して、アジアチャンピオンなりにビートボックスカバーができればと思いますので、よろしくお願いします。競技の結果、エイトさんの香水をやることになりました。僕が頑張って歌いますので、よろしくお願いいたします。